小山吉夫は、神奈川県川崎市出身の元プロ野球選手。川崎市立平間中学校では、中本マキリとルシニアに、所属、1995年前日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップで優勝。シニア、日本代表に選抜される。横浜高校では、植地祐介に代わり制保守となり、3年時は渡辺。 元地監督に任命された首相として、松坂大輔とバッテリーを組み、1998年の甲子園春夏連覇及び神奈川、夢国体で優勝を果たした。横浜高校の同級生には他に、小池正明や後藤武俊がいる。中村淳次前 PL 監督が指揮を取る、第3回 AA、A、アジア選手権、大会日本代表では、寺本志郎、 杉内俊也、久保安友、上重聡志ら松坂以外の投手からも全幅の信頼を置かれ優勝に貢献。阿大では1年から正捕手となり、高校先輩の松井公会と2年次の大学選手権優勝。4年時は首相を務め同期の北向弘氏鋭川勝弘らとバッテリーを組み2002年の大学選手権、明治神宮大会で優勝。 東都大学リーグ通算96試合出場、336打数88安打、打率26、262、3本塁打、39打点、ベストナイン2回の実績を残す。4年生の夏には、山中正武監督が指揮を取る、第1回世界大学野球選手権日本代表にも、選出され3位入賞。大学卒業後は、 社会人野球の JR 東日本に入社。公式野球部に所属して、第74回都市対抗野球大会に出場し、翌年の第75回都市対抗野球大会では、詐欺の宮製作所の補強選手として出場。その後、2004年のドラフト会議で中日ドラゴンズから8巡目で、指名され、買い指名ながら8000万円という破格の推定契約金で入団。 ルーキーイヤーの2005年、即戦力として期待され1軍に昇格。5試合に出場して、プロ初安打、初打点を記録。2006年はわずか3試合の出場であったが、日本シリーズ有資格者にも選ばれた。2007年は1軍ではわずか1試合の出場で2、軍でもルーキーの田中大輔が、正捕守として定着したため、出場機会も減少。 2008年は一度も一軍に昇格することなく、オフに、戦力外通告を受け現役引退、ブルペン保守へ転身。2009年の松坂が2大会連続 MVP、選出された第2回 WBC 日本代表に、ブルペン保守として参加した。2016年より一軍保守コーチに就任したが、開幕わずか3試合目で、 小川雅俊と入れ替わる形で二軍バッテリーコーチに配置転換された。2017年は育成コーチを担当する。2017年11月29日、中日ドラゴンズ育成コーチを退任し、編成部スカウトとなることが発表された。シニア、日本代表に選抜された際に、後にバッテリーを組むことになる、松坂大輔と出会っている。 この時すでに横浜高校に進学が決まっていた小山が帝京高校と横浜高校で迷っていた松坂を誘ったことが松坂が横浜高入りするきっかけとなったアマチュア野球の指導者を目指して高校の教員免許も取得していたが同期である松坂世代の活躍に刺激を受けてプロ入りを決意中日に指名されたきっかけは監督の落合博光が 著書に掲載する写真の撮影のため、JR 東日本を訪れた際に、監督の目に留まったからだという。中学、高校、大学とそれぞれの所属チームで日本一を経験しており、さらにプロでも2007年に中日で日本一を経験。アマチュア、プロでそれぞれ日本一を経験している選手である。WBC 優勝後のシャンパンファイトでは、 一郎、松坂、稲葉敦敷、城島健次岩熊久志に続いて、周りの吉尾コールの中で小山も胴上げされた。このことについて、松坂は大会中時分のほかピッチャーの球を受け続けた、彼が胴上げに値すると、投手陣が当然の感覚として湧き上がった気持ちだと思う。という胸を、テレビの取材で告白している。ありがとうございます。